これを見ているね、若い子たち、もしいたら、日焼け止めはね、絶対塗った方がいいよ。うん。皆さん、こんにちは。メイクアップアーティストのちぃひだかです。今日の動画は、こちら。はい。こちらはですね、私が日頃からガチで愛用している日焼け止めたちでございます。日焼け止めって年間通して必要なものではあると思うんだけども、これからの季節、よりみんな意識し始めると思うし、今年日焼け止めどれ買おうかなっていう風に迷っている方いらっしゃったら参考になったら嬉しいです。最近は日焼け止め効果もあって、そう、トーンアップができたりとかってする、その化粧下地の部門とその日焼け止めの部門の線引きがね、ちょっと難しいかなっていう風には思うんだけど、私はね、日焼け止めつけるタイミングとして、そのスキンケアの直後なんだよね。なので、その特にトーンアップ効果とか求めずに日焼け止め UV カットプラスアルファで言うとちょっと美白とかシミ対策とかそういう効果を期待して使っている日焼け止めだよね。特にカラーコレクティングとかは期待していない日焼け止め各種用意しておりますので参考になったら嬉しいです。気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。まず一つ目はね、これ。はい。アスタリフトのホワイトソリューションの方を私はね、好きで愛用しています。UV クリア美容液、スラッシュ化粧下地とはなってるんだけれども、私はね、日焼け止めの感覚で使ってます。このアスタリフトの日焼け止めは、両方とも、こう、ナノアスタキサンチンとか、コラーゲンとか、潤い成分、ちょっとだけね、トーンアップさせてくれるようなカラーが、入っている日焼け止めなんだけど、私はね、こっちのホワイトソリューションの方を好きで愛用しています。っていうのが、まあ、こっちがね、くすみにアプローチしてくれるような成分とか、まあ、ちょっと美白したいなっていう風に思っている方向けに作られているっていうのが、より頻度を高めに使っている理由ですね。両方ともみずみずしいテクスチャーで、ベタベタしないのも気に入ってます。塗ってみると、ほんのりブライトアップするかなぐらいで、そこまでなんだろう、下地効果っていうのは期待しないで使ってるかな。じゃあ、参考のため、左側に低 UV クリアのアクアデイセラム、こちらつけていきます。出してみてもそこまで変わらないんだけど、アクアデイセラムの方は、まあ、セラムというだけあって、美容液みたいな感じで使えるのと、あと保湿力が若干高いかなっていう風に感じます。なんかね、仕上がりも、まあ、日焼け止め同じようにもちもちはさせてくれるんだけど、一日の終わりまで保湿力続けてくれるっていうと、やっぱりこっちなのかなっていう風に思うので、乾燥肌さんでちょっと保湿を求めたいという方にはこちらがいいのかなという風に感じて使ってます。はい、今こんな感じでついてます。気持ちいい、こっちのホワイトソリューションの方がトーンアップはするのかな。まあ、そんなに本当に変わらないね。うん。UV カットと美白をしたい方はホワイトソリューション。そして UV カットと保湿に特化させたい方はアクアデイセラムがいいのかなという感じです。両方ともみずみずしくて使いやすいし、その後につける下地ともね、喧嘩したことがないなっていうふうに思います。でね、これちょっと面白いのがあって、今どうだろうな、目の前に窓があるので、でもね、ちょっと曇ってるんだよね。このね、蓋のところが UV を感知してくれるの。今見てると、白だと思うんだけどね、これがだんだん、あ、変わってきたのわかるかな？ UV にさらされると、あ、今日が出てきましたよ。UV にさらされると、ちょっとずつね、紫になってくるの。なので、これを見るとね、愕然としますね。あ、UV みたいな感じで。休みの日、リビングとかに置いておくと、あ、日焼け止め塗らなきゃっていうのを、思い出させてくれるカラーになるので、それもね、ちょっと面白いなと思って使ってます。はい、アスタリフトの日焼け止めでした。いいよ。いや、そこまで変わらないんだけど、ちゃんとオフをしまして。次紹介するのはこちらです。はい、ポーラのホワイトショットスキンプロテクター DX でございます。こちらもね、私大好きですね。2本目です。日中用クリーム日焼け止めということで SPF50 プラスの PA4 プラス入っている商品です。あ、ちなみに
のアスタリフトの方も SPF50 プラスの PA4 プラスあるということになっております。でこのねホワイトショットは何がいいかというと、あの日焼け止めだけではなくてこう根本から日焼けしにくくしてくれるっていうところに私はねちょっと注目しております。私結構ね日に焼けやすいんだよね。ちょっと日焼け止め塗り忘れて外に出るとあっという間にちょっとね日焼けしたりとか、ちょっとなんかこうシミが濃くなったっていう風に思ってみたりとか、日焼けしやすいというかそのねなんかメラニンが出やすいのかな、っていう方だと思うから、根本からこう日焼けしにくい肌にしてくれるっていうのは嬉しいなっていう風に思っているところと、ね、マルチカットっていうのもいいと思う。紫外線とかブルーライト、それから近赤外線もカットしてくれるので、私なんかよくパソコン使っているからブルーライトをカットしてくれるっていう風に歌っているのはちょっとね注目する点でした。あとここ注目しているのが汗に強いっていうところ、なんならこう汗を味方によりね強いシールドを作ってくれるっていうのが嬉しいとこだなっていう風に思って使ってます。で塗ってみるとこんな感じで、テクスチャーもすごくスムーズだし、香りはちょっとあるんだけど私はそんなにね気にならない感じ。すごいね使用感も使いやすいです。ほんのりトーンアップしてくれるかなという感じです。まあ日焼け止めも最近すごく多機能になってきてると思うんだけど、その中でもちょっとね信頼を置いて使っているのがこのホワイトショットかなっていうふうに思います。そしたら次はねこちらです。エリクシールのブライトニングデイケアレボリューションダブルキーホワイトプラスってやつですね。 SPF50 プラスの PA4 プラスある商品です。これもねすごく使用感が良くて愛用しています。まあ、今日紹介するのはもう全体的に私はそのみずみずしくてちょっとねツヤ感が出るようなもの好きなんだけども、その中でもエリクシールはとってもみずみずしいしツヤ感も綺麗な日焼け止めだと思います。若干ねこれは透明感も出るかなっていう感じで、あとねメラニンの生成を抑えてくれてこうシミそばかすをね防いでくれるトラネキサム酸、何回言っても言いにくいんだけどを配合しているので、 UV カットプラス美白ケアシミ対策したいよっていう方にはおすすめかなっていうふうに思います。この子に関してはつけるとお化粧をねちょっとだけロングラスティングにしてくれる感じっていうのを感じております。実際皮脂吸着パウダーだったかなが入っているので、ちょっと日焼け止めにも化粧崩れ防止効果を期待したいっていう方はこれいいかもしれない。はい、そしてここからはですね、もう単純になんか美白とかシミとかそういうことは気にせずに日焼けしたくないっていうシンプルに日焼け止めの効果だけを期待して使っているのが3つあるんだけど、まず1つ目はねこれニベアのディーププロテクト&ケアジェル、日焼け止めジェルなんだけど、顔体用でこれはたっぷりさ顔にも体にも使えるし、あとも使用感が本当にダントツいいよね。みずみずしいジェル感って言ったらいいかな、子供が塗ってもそんなにね嫌がらないんじゃないかなと思います。全然ベタベタしなくてスーッと馴染むし、こう白くなることもないし、香りも私はそんなに気になる香りではないので、おすすめです。とにかくみずみずしくて軽い、これがね本当にめちゃくちゃ優秀だと思うよ。もう一つはこちらね、はい、&B の UV クリーム SPF50 の PA4 プラスあるタイプです。これも顔体日焼け止めっていう風になってますね。ノンケミカルで石鹸で落とせるっていうのもあって、その日焼け止めは肌に優しいものにこだわりたいっていう方はいいのかなっていう風に思ってます。はい、ハンガー塗ってみるとこんな感じなんだけど、今日を試した中では一番トーンアップというかちょっと白みが出るのは&Bの日焼け止めかなと思います。なのでそこまでオレンジとかピンクとかそういうトーンアップではなくて、なんだろう、ちょっと白さのトーンアップが好きな方はこの&Bの日焼け止めいいかもしれないね。はい、
いかがでしたでしょうか。まあ、冒頭でも話したんだけど、今その日焼け止め効果のある化粧下地っていうのがたくさん出ているから、まあ、日焼け止めをスキップする人多いのかなっていうふうにも思ってます。私はスキンケアの直後にするので、まあ、日焼け止めをスキップするっていうことはないんだけれども、どうなんだろうね、まあ、念には念をっていうのはあるかな。私自身若い時日焼け止めもうちょっと使っとけばよかったな、塗り直しておけばよかったなっていうのを41歳、もうすぐ41歳なんだけどになって、やっぱり肌に出てきているのを見ながら思っていることがあるので、これを見ているね若い子たちもしいたら、日焼け止めはね絶対塗った方がいいよ。日焼け止めも市場にねたくさんあるから、まあなんかどれも一緒じゃないかっていうふうに思うかもしれないんだけれども、40代の今の私の肌に合っているなっていうふうに思って使っている日焼け止めばっかりなので、参考にしていただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。